ね、そういうのも悪いことしないことは錦市場ミラさんはあれか忙しい仕事以外で今何をやってるんですか。あの、あの、あの、ね、休み時間ね、休み時間ってことで、休憩が何が時間を潰してるか一番さっきの話出てたもんね。なるほどね。温泉のそれはここが東京市だからって、ね、ネットコスメ温泉であるとか、そうそうそう。今の話ね。一番かけたイメージの。先週ぐらい。どうじゃないですか。でも一緒に行けないからね。まあまあでも別やけどね。はい、ね、まあ、まあ、温泉にはどうしても出てくるでしょ。まあ、食事とか景色とか。あの先輩所で。あ、そうですか。あんな感じで。なんでご一緒できるの？なんか出たり入ってる環境。最近は出てないからね。なんか見たことない。そう。なんかそういう地図を大きな地図をね。ジャンみたいな確か家族でいっぱい遊びやるとなんか確かにしないの美味しいいいところへ。やっぱり費用と時間の問題だよね。バスツアーなんかもさっき話したけど、僕らもたまに行くのバスツアー安いじゃないですか。もう僕一人で行くけど、このサッカー氏が団体でね、5、6人でわー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 って言ってるわけですよ。僕は一人でビール飲みながらバスツアーに行くんだよ。そういうバスツアーが安いし、日帰りもあれば一番一番東京で3年ぐらいね、安いじゃないかな。でそれから大阪に行くけど、まあ一番いいのは車でね、家族で来る。これはもう決めらんのはなかなかね、計画がなかなかできないから、こっちは毎年家族がね、そこ大阪の車でいいんですよ。僕は車は反対です。費用の問題だけど、どうしてもあの車で行くとさ、ガソリン代だけです。もやの面倒みたいな、もやそれで移動できる。あ、荷物で、まあ、仕事の状態かな。まあ、大した会場で、ビールも飲まないし、一緒に通ないとかな、採用丸なんか、あとは、あの量が好きな人も食べるっていうことができない。それぐらいだから、採用丸なんか、普通はなんか、普通はないから、ほっぺとたら運んでないから、なんか、ビール飲んだっていいし、ね、ひじめちょっとね、雑貨、雑貨ですから、工場から全部。結婚されてるから、みんなの方に結婚しようとしたらね、時間が少しだから、自慢していいですか、今はいいよ、暑いじゃない、暑いね、別にこだわらない。なってしまうわけじゃない。その場で元気なんですよ。あ、そう。まあ、いろんな人がおるからね。どんな女性でもね、家を出たくない人もおるしね。できたくないし。たまにボーッとするからね。こんなにそっちボーッとしようからね。マッチョマンみたいな。なんかあの、引き込みのあれみたいだったね。なんか気分がね。筋肉痛とか。そうそう。だからその時に誰か一緒に帰ったらジョギングしようとかやって、2日目に仕事したら、なんか筋肉痛やという。そういう相手がいたら、筋肉痛やっぱり一番はね、やっぱり一緒に、例えば映画とか食事でね、まあ一人ではなかなかね、そんな行ってもしょうがっていう感じがなさって。しかも。
僕らの会話でね、そう、一つのカップで、男の子でね、向こう出たら多いんですよ。男の子で、僕はもうちょっとここで詰まったからね、うちの子で結婚したからね、メールも見ながら練習場がそうですからね、どういう場合もね、やっぱりでも、たまに女の人もそういう人が常に綺麗だよね、常に子供と会ったとどうしてもいいね。そこは気持ちの持ち方だよ。でもね、忙しいよね。一人でも、別に片目を取るしないっていうのでいくか、片目を気にしてるから、エレキゲーに置いたら、バンドに出るんですよ。シカーンとで。まあ、いろんな考えがあると思うんやけれど、僕らの男っていうのは、面倒見るだけで、そう介護じゃないけれど、そんな世界に入るから、そんな家っていうのもあるし、3食食わさな長いし、とか、お邪魔かさ、そんなんじゃないと思う。お互い、弱いところに助けを。昔はそういう生活してたんだね。要するに、バツの会社でね。あ、僕ですか。東京は私別ですよ。20代の人も。そうそう。30代はちょっと一緒だけど。ということは、60代。え、僕もそういうバツイチで店が。あ、バツイチ。今、最近はバツイチでだから。僕多いですよ。少し先に言うんだけど。僕も一回嘘言った時には、私別よりもバツイチが多い。圧倒的に多い。圧倒的に多い。それはやっぱりみんな高齢になっていくでしょ。それやっぱり、老後やね。老後はやっぱりいろんなやっぱり収入源とかいろんなのがありますよ。やっぱり旦那さんが仕事しててある程度年金もらうみたいなら、あれですか、あれですか、僕らでも年金ね、57歳で予告で年金受給予告みたいなのがあるんだけど、それが年々減っていくわけですよ。離婚されたらね。例えば57で来てこの預金が、58でこのまだどんどん減っていくわけですよ。で、年々減っていくっていうのも、だから、まあ、老後、例えば女の人一人にしても、男の人一人にしても大変やな。車持って、なんていうのはなかなか大変やな。どうやるみたいな、そういう束縛したいみたいな。今のね、私はそういうことだから、それはいつ頃分かった？素直にさ、ちょっとね、やる気がどこでもあるんですよ。難しいけど、いろいろ頑張りなんだけど、あほぼでもね、付き合った方が女性らしさが増えた。最近多いね、アルミ缶集めてみろ。付き合った困るというのかね。あ、付き合った、そう、一般のね、女の人で集めてみても多いと思う。付き合ってる時は、まあ、だからアルミが一番金額がええね。お付き合いだ、多分段ボールなんか集めてるだから、これあの人がいいかな、この人がいいかって目でこう、なんていうの、見守るような人となんか趣味さっき聞いてたんですけど、趣味とかね、
なんて言われる、ね、時間じゃない仕事なんですね、女性のスタンドで、その生涯あ、ヨガヨガって体をこう曲げるやつじゃないあれって健康やろね、朝一やるね、一日っていうのは一番楽しい時やな、これ撮ってるとこしか運営できないですでも、いろいろとこう、ヨガみたいな、あんな、こうした形でけど、でもそういう時代って行動変えたら、ヨガのコースとかね、どのコースとかね、全部やられてるんですよね、現地のコースとかね、昔のね、考えてるとね、健康的やなというのをね、それを続けてたらいいな、もし覚えたら、飽きない。覚えない。でもあるじゃん。そう。じゃあさっきの俺の発表会みたいな。そうや。カラオケの笑いを。どうしようじゃないけど。そう。でも舞台やるとき。笑いをですよ。あ、そう。並んでる。笑顔とするんだよね。話してる。ね。だからそういう他教師らが、なんか人が見てる舞台だよね。そんな人っていう。やっぱり時間が余っててもなかったりとかね。もう覚えたいっていうね、個性だったり。縁があるから、なんか、彼があったら大学行きやぴったりとも知り合いで、あるんですよ、全然違う、高校生の頃にね、あの、大変に、8月中旬から、高校卒業したら、社会人になって、人生でそんなことじゃないから、もう、だから、そういうのだから、お互いにね、今からどこか大学行ったら、どこかしら、アメリカなんかでは、そういうのが今まで、もう年齢関係が社会人ね、この間見た、今日はね、ジュリア・ロバーツとトム・ハンクスの先生と生徒の映画あったそれ。なんとかの教室。よかったですか？よかったね。僕、ジュリア・ロバーツが嫌いだから。先生嫌いで。で、トム・ハンクスが嫌いだから、かなり高齢者だった。ああ、そうやね。そうそうそう。優しさはもらって。ターミナルの舞台にしようと思います。あれはね、ターミナルの舞台さん。それ一緒にやってます。今 DVD もあるし、DVD でやっぱりベスト10から10とかベスト100とかね、あそこに出てきてるやつはね、それもアカデミー賞の方がいいんですよ。僕も映画がね、好きやったんですよ。まあ今そんな時間がないから。アカデミー賞を取ったのは大体見たらいいです。共和ゴムって言うと、もう結構だよ。そこの大阪営業者言うかもしれないです。それいつどれなのか分かんない。その景気悪いけどね。こっちの中やったら映画館結構近くにあるんじゃないですか。いや最近映画館ね、こういう捨てられると困るから、記者団もなくなってこっちへ行ったよね。
そうそう、韓国。今だからね、この辺で映画館なんで、あれ、あそこやったら、この辺やったら、もう、立ち上げてきて、払えばない。払えばない。一週間とか、もう、そういうショッピングセンターとかね。そうですね、社会が変わりましたし、家のことも成功っていうね。ああ、ね、もう、やっぱりあの、DVD よりかな、映画館の方がいいですよ、違うっていうの。途中電話とかで、ピンポンとかないからね。ああ、それもあるし、やっぱりその画面の中に入り込めるよ。それは思ってなかったからね。昔はね、よくね、もう今だからまた、一応薬剤映画でもそうだけど、自分がその主人公になって、それでね、映画が出るという。三拍子です。入った時の雰囲気と違って、帰って見てくる時はもう全然変わってない。そうそうそう。大体しますからね。テレビが撮るからね、やっぱりこうね、お仕事が多くて、状況を高橋さんも、ああ、楽しそうだね、そういうような感じがするとね。ああ、ね、悪いんだね。男はつらいのシリーズとか、あそうですだから山田監督の何ていうか、まあ、山田一家人だったり、一人足す一人足す、はいはい、いろんな作品しますよ、これ勉強するな、これで見たんですよ、こっちの目が。はい、IH だからこう、鍋ができないから、ちょっと鍋が行くけどね、一人じゃない、一回ね、なんとなく、コロナが10月から、この間、その、カナベマの時の、なんとかもう、友達3人、見に行ったんですよ、2つ、まあ、2つ見るわけですよね、何もコンロがないから、時間、終わる時間を考えて、この映画とこの映画とか、そんなで、見るんやけど、中でビール飲んでるから、最後の方の一番いいところを見逃して出てしまったし、ああ、しまったなと思って、次の映画が作られるから、次の映画が作られるから、またビール飲んで、いいところ見逃してしまったし、本当に、何もしたかなと思って、僕が触ってるよ。いや、もう知らないから、自分でね。そうですよ。で、それで、伝えた DVD が始まるときに、それをガラッと見直して、ああ、見せたら、まあ、こうしますよ。はい、今日は休みで、それを買ったらね、お金もいるけど、いるね、いつもね。あれまではエアコンで、俳優に凝ったりとか、逆本に凝ったりとか。そんな勢いを持ってるんですか。やっぱいい映画やって聞いても、その出てる主演の人が好きなのに、元気いるよね。ああ、それね。年俸で片手以上もらえます。趣味なんですか。今ね、いろいろ。片手以上絶対。昔習ってたピアノ、次回のスタジオ。ギターも。ギターも見たけど、安いレースマンで。要素なギターでも。やっぱりね、ピアノできる人ね、ものすごい、自分がいいから、もう、サーバーというか、尊敬するね、もう、固まってしまうというか、そうですね、もう全然、そしたら、もう、自分のために生きてるから。喜ばしてあげようとか、そんな感じに力入るよね。
あんまり喋らないんですか。なかなか言いづらいからな。趣味が違うから気を悪いから。ちょっと嫌味っぽいですよ。でも、そうなんですよ。お孫さんが歌ったらね、可愛いですよ、やっぱり。今はそこから一緒にやってるな。帰りまたおむつを買って。そういう仕事があるのは夢です。夢もあるし、負担もあるしね。変えられへん、言葉も出るやん。そうですね。そうなんだ。こっちでちょっと結構下に合わせてみたら、おうちできるかな。これが年齢とのここが気をつけるようなんですよ。